さあというわけで梅雨も明けたよおまんたち、この時間です。さあ今週のヒステリック俺的ニュースはこの時間です。今週気になったニュース一気に紹介していきます。一つ目、ビッグモーター完全にやってモーター。今年7月、工賃を水増しさせるため客のタイヤを意図的にパンクさせる方法をレクチャーした動画や不正行為を働いた際の LINE のスクリーンショットなどがフライデーに暴露され大炎上していたビッグモーターですが、これ以外にも裏でとんでもないことをしていたことが明らかになり、現在も火に油をドラム缶で注ぐ形で大炎上中です。これね、動画でも一回取り上げたんですけど、お客さんの車のオイル交換しましたとか言って交換してないとか、こちらタイヤを高級品に変えてますって言いながら実は安いタイヤで保険金中抜きしていたとか、これだけでもかなり問題になっていたんですけど、今月の19日ですね、その保険金不正請求問題が明るみになって、責任を問われているビッグモーターの兼重宏行社長がですね、社内 LINE で不正行為は一部の社員が勝手にやったことだとする無責任な内容のメッセージを送っていたことも判明しています。さらにその翌日の20日ですね、社員のみに配られてるはずの経営計画書っていうのがテレビで晒されたんですよ。もうどう考えても内部告発なんですけど、この内容がですね、幸せだな俺はついてると毎日口に出せとかね、親睦会などの不参加は人事評価を下げるといった文章、結婚式は売り出しの日を外して予定を組めとね、そういった記載があった上で、会社の思想を受け入れられない社員は今すぐ辞めてくださいと書かれていたりとか、案の定中身ブラックすぎると話題になりました。さらに極めつきはですね、まあ、SNS を中心にですね、ビッグモーターの店舗前だけ国や自治体が植えた街路樹が不自然に枯れてるっていうね、すごい奇妙な都市伝説が報告され始めたんですよ。最初はたまたまじゃねえかと思われていたんですけど、ビッグモーターの店舗をストリートビューで調べたユーザーがですね、がっつり街路樹に除草剤を撒くビッグモーター社員が写ってるスクショを投稿して、いやさすがにこれには草も生えないとね、また大炎上しました。ちなみにこれ現在もストリートビューで見ることができます。まあ、この一件が明るみになって、ビッグモーターの従業員を名乗るユーザーがですね、実際に私も除草剤と思われる液体を街路樹に撒いていた、その液体が何なのか知らされていなかった、街路樹を枯らすのは展示者の見栄えを良くするため、枯葉が出ないようにして日々の清掃を楽にするためといった理由もあることも告発します。また店の前に草木が一本でも生えてると店舗によっては店長も降格になることがあると暴露。そして今月の25日、この一連の騒動に関して社長が会見を開いたんですけど、まあひどかったですね。保険金不正請求問題に関しては、板金塗装部門の単独で刑事は知らなかったと説明、刑事は一切不正には関与しておらず、あくまで整備士の判断であることを主張、天地神明に誓って知りませんでしたと発言。スタッフがゴルフボールで車を傷つけていたことに対して、ゴルフボールで傷つける、ゴルフを愛する人たちに対する冒涜ですよと話しました。ちょっと違う気がします。で、あの店舗前の街路樹の除草剤について記者が突っ込んだら、社長がですね、まあ、環境整備でって言いかけたんですけど、すかさず部下が割って入ってうやむやになりました。こちらネット上では、ビッグモーターこの後の及んで保身と責任転嫁しか考えていないのすごいなと感心する、何のための会見や、ビッグモーター社長史上最悪レベルのトップ確定、こんな会社で働かされている社員がかわいそうとですね、ほとんどが否定的な意見になったということなんですけど、結果この除草剤に関しても群馬県の自治体が警察に被害届を提出するっていう事態にまで発展してるんで、今後誰の指示でやったのかっていうのは明らかになるんですけど、こやつは歴史に残る下道かもしれないですね。こっからまた社員たちのね、たまにたまったフラストレーション告発っていうのはめっちゃ出てくると思うんで、関与してたかどうかっていうところなんですけど、最初はね、整備士のこうバカッター的なスタートだったんですけど、まさかこんな上が腐ってたとはね、誰も思わなかったですよね。とりあえず2つ目、すすきのホテルの犯人が逮捕。こちら24日札幌すすきののホテルにて62歳男性の首のない遺体が発見された事件にて、同家が死体遺棄などの容疑で職業不定田村瑠奈容疑者を逮捕しました。自宅からは A さんのものと見られる頭部が見つかり、共犯で精神科医である父の田村修容疑者、その妻も含めて一家を逮捕したということなんですけど、こちらは依然として手がかりがつかめていない事件だったんですけど、急展開でしたね。何があったのかっていうのは現在取り調べ中なんですけど、ざっくり言うと家族総出の復讐ですね。ただこれもね、容疑者の祖父の証言なんですけど、性的嗜好に基づいた不同意性交っていうのが事件の動機につながったかもしれないというもので、これ相手がね、女性の格好をしていたから、娘は女性だと思って2人でいいとこあるから行こうって言われてラブホテルに入って、入った途端相手は男になったと。これがね、まあ、その事件が起きる前でして、その後警察には言わず家族と被害者で話し合いをして解決したと。その時に二度と会わないと約束をしたんですが、また連絡を取ってきたと。なのでこの犯行に及んだっていうんですけど、確かにね、犯行前の話が本当であれば許せたものではないんですけど、それが動機になるかって言われるとちょっと飛躍しすぎてる気もしますけどね。それでこう首を切って自宅に置いていくっていうのはすごい違和感があるんですよね。道具の準備っていうのも事件前に家族で行っていたことも分かっていて、もしかするとこの一度目にあった被害のことがまだ解決してなかったのかもしれないですよね。ここから全貌が分かってくると思います。またお知らせします。次です。3つ目、熊に餌付けした YouTuber が大炎上。こちら今月の8日、北海道を拠点として活動するチャンネル登録者約10万人の YouTuber ハダルコさんが、野生の熊に人間の食い物を食わせたとして大炎上してます。はい、これ何が起きたのかと言いますと、まずこの YouTuber が今年の5月ですね、森の中でヒグマの親子が現れて、動画内で食べていたピザとかを食べられるみたいな動画を公開して、これが非常に危険な行為だとして問題になっていたところですね。そんな中こんな報道があったんですよ。7月8日、北海道札幌市南区
北の沢地区で5月上旬から出没していたとみられる4頭の熊のうち1頭が駆除。駆除された熊は母熊の可能性が高いとされており、残りの子熊3頭の行方は分かっていないというものなんですけど、これがですね、時期もそうなんですけど、この YouTuber が動画でウーバー食わせた熊なんじゃないかと再炎上してるんですね。場所も時期ももともとヒグマの出没が相次いで確認されていて、近くに住宅街もある場所なんですけど、自然界で生きるはずだった熊がお前のせいで殺されたといった声が相次いでいます。ただ本人たちももともとは熊を餌付けしようと思って撮影したわけじゃないとしてるんですけど、本当なんですかね。ただ札幌市観光局の担当者はですね、まあ、YouTuber の行為を咎めるつもりなくて、駆除された熊と動画内の熊が同一の個体であると断言することはできないと。ただもしあの場所に熊が出没していることを知った上でその場所を狙って動画撮影したというのであれば許されるべき行為ではないと話したということなんですけど、野生動物に餌付けをすると人に近づけば簡単に餌を得ることができると思い込んでしまって、すごい危険なんですよね。だから皆さん絶対にやめるようにしてください。次です、4つ目、ゆっくり茶番劇決着。こちら24日ゆず派でおなじみゆっくり茶番劇商標登録騒動ですね。これに関して無効審決が出たということを発表しました。イエーイ。軽くおさらいすると VTuber なのかなんかわかんないゆず派ってやべえやつが、自分で作ったわけでもないゆっくり茶番劇の商標権を急に取って、今後使用するとき使用料払ってねとか言い出してめちゃくちゃ劣化のごとく炎上してたんですけど、これ結果裁判になってニコニコの公式サイト Twitter でそもそも商標として登録されるべきではなかったことを明らかにするため無効審判を請求しておりましたが、7月12日付で無効審決が下されたということを特許庁より受領しましたと報告。続けて登録日から抹消日までの間商標権発生していたんですけど、この無効審決ってのは過去に遡って初めからなかったことにして打ち消すものと、ゆず派の愚行はですね、初めからなかったことにはならないけど、ゴミ商標権は初めから何もなかったことになると発表したということなんですけど、意外となかったですね。これすごい懐かしい騒動ですね。最後です、海外ですね。5つ目、推し活で体に穴。こちら今月ですね、中国の深圳というところに住んでる19歳の男性がお気に入りのアイドルグループのコンサートに参加して声を出して応援してたんですよ。おーっつって叫んでたら急に胸いったってなってぶっ倒れるんですよ。ですぐ病院に搬送されるんですけど、診断した医師がですね、まあ、状況から見てアイドルのコンサートで大声出しすぎて片方の肺が破裂して気胸を引き起こしたと結論付けました。激ヤバです。大体こういうのって交通事故とか高いところから落下した時とかになるんですけど、実際過去にもワンダイレクションのライブで同様の事故があったそうなんで、声出し解禁になっていつも以上に張り切ること多くなるかもしれないですけどね、肺に穴を開けないようにしてくださいね。はい、というわけで今週以上です。ぜひ皆さん気になるニュースのコメントお待ちしてます。まあ本当誰が言うとんねんですけど、コロナ感染者数の報道とかも減ったんですけど、全然感染者増えてるのでね、手洗いが忘れずにやってください。注意です、食事中の方、そしてまだ食事をしてない方、そして大谷翔平の方、ブラウザバックしてください。さあ今日なんですけども、最近パタパタして早めに動画作れてなかったんですけど、やっと合気道の塩田剛造くらい落ち着いてきたので久しぶりにこのお時間です。さあ今週の俺的ニュース速報のお時間です。登録者130万人まであと少しというところで、今日も張り切っていきましょう。1つ目、大阪王将死ぬ。今週名前は似てるけど餃子の王将とは一切関係ないでおなじみ大阪王将に関して、怨霊の集合地でおなじみツイッターにて仙台中田店の従業員がとんでもない告発を行い、地獄の一番下ぐらい炎上する事態が発生しております。こちら告発内容をざっくりまとめますと、1つ目、ナメクジが厨房や調理器具の中にいる。さらにみんな気づかずそこで生卵割ってた。2つ目、 G が多すぎてもはや無反応、従業員より間違いなくいるということです。3つ目、野良猫飼ってた。猫の手も借りたいなんつってバカ野郎。これもう告発内容が全部竹しメモレベルなんですよ。ずさんな衛生環境、違法な労働時間、さらにはコロナウイルス補助金不正受給疑惑とですね、次々と告白が出された結果、店舗のみならず全体の株価が 5% 下落、よって時価総額12億円、そして本社よりこの書き込みに関して調査を行うと報告が出るなどの事態にまだ発展しております。これ僕が見た時 Google マップの名前が大阪王将仙台中田なめく G 店になってました。どういうこと？あの告発を現在も行ってる Twitter のアカウント、これ概要欄貼っておきますんで、他にも結構えぐいの入ってるんで気になる方はアカウント飛んで見てみてください。で現在該当のお店っていうのが急遽閉店となってるわけなんですけど、後日すぐ保健所の立ち入り検査が入ったみたいで、その報告では G とかナメクジはいなかったと。しかしですよ、この告発が行われた後すぐに朝方、その店の外の裏の方にナメクジとか害虫がやばいと言われてた冷蔵庫が出してあったということで、これ間違いなく証拠隠滅を図っただろうとさらに炎上してました。その店の外に冷蔵庫が放置されてる写真をユーザーに撮られてるんですね。まあ今テレビでも報道され始めて今後の対応が注目されているということなんですが、それこそここ先日僕が出したフランチャイズのお店だったみたいで、それもなんかフランチャイズ店がやったみたいな感じで報告してましたけど、これ全部ツイッターもしっかりと写真付きでツイートされてて、その後すぐに臨時で休業して冷蔵庫出されてるので、ここだけ見るとあ黒だったのかなとはちょっと思っちゃいますよね。ただね、まだ全体認めてないのと、保健所はちょっとこれ機能してるのかわからんのですけど、一応否定してますので、今後どうなったのかという報告は絶対にあるんじゃないかなと思いますね。これに関してリクエストたくさん来てたんですけど、っていうのも僕も飲食
にずっといたんですけど、まあ、一応その調理師免許と食物検定1級と技術検定とあとツイストパーマをかけて身長が171センチくらいあるんですけど、これその立場から言わせてもらうとありえないですね。まあ、飲食やってたら清掃っていうのは相当やってましたね。まあ、一番に口うるさく言われてましたし、まあ、いいお店だったっていうのもあると思うんですけど、ここはかなりひどいとこだったんだろうなと思いますね。まあ、昔住んでた家の近くに大阪王将あって、そこはめちゃくちゃ綺麗だったイメージなんですよ。月1ぐらいでは絶対行ってましたね。だから残念でございます。こちらもし飲食やってる方、皆さんのバイト先ではこうだったっていうのがありましたら、ぜひコメントお願いします。次です。2つ目、サル痘ウイルス国内で初の感染者、ほらーでおなじみサル痘感染者が国内で初めて確認されたと報道がありました。こちらですね、約2ヶ月前に僕のチャンネルで国内もしかしたら来るかもしれんよっていう風な動画を僕上げたんですよ。いやマジで来とるかな、これ。なのでこのウイルスの詳細詳しく知りたい方は概要欄に貼っておきますんで、リンクから飛んでみてください。ここでね、ちょっとざっくりと紹介すると、まず名前なんですけど、サルが初めて感染確認されて天然痘ウイルスの症状に似てたからサル痘ってなっただけです。大阪王将と餃子の王将ぐらい関係ないですね。ただそのワクチンが効くっていうことで、その天然痘のワクチンはテロ対策で貯蓄されてる状態ではあると。でその過去広がらなかった理由としては、粘膜の接触で感染すると思われてたんですよ。ただそれにしても2ヶ月前ちょっと警戒が強まった時に、あまりにも広範囲で広まってて、これまでアフリカ諸国以外で確認できてなかったのに、この感染が始まったのはちょっとおかしいんじゃないかっていう動画だったんですよね。ほんなら島国来とんがな、おい。これ従来のものから変異してたら飛沫でも感染するものに変わってる可能性があるんで、後藤大臣よろしくお願いしますというところですね。最後です。3つ目、コムドット香水で炎上、コムドット好きそうでおなじみコムドットさんがハイブランドシャネルさんとのタイアップを行い、オーミスマッチと大炎上しております。かわいそう。ハイブランドで大人のイメージがあるシャネルが若者中心人気のコムドットさんを起用したっていうことで、ドンキの香水かと思ったっていう風に炎上してるんですよ。ドンキの香水って何って感じなんですけど、香水っていうのがブランディングで成り立ってるというところもあって、その企業が香水を出して売れたらブランディングは一流って言われるぐらいイメージっていうものが大事なものなんですけど、なので逆にシャネルさんは若者をターゲットするために起用したんだと思うんですけど、話題って部分では大成功ですよね。だとしたらあまりにもコムドットが身を削りすぎとると思うよ。このツイート内容が、ルールも常識も飛び越えてコムドットと掴むチャンスの香りって書いてあったんですけど、全部飛び越えすぎて溶岩湖落ちてったわ。それだけバネがすごいということでもありますからね、脚力が。まあ香水よりも防火水が必要になるということで、まあしょうがないし消化もないということで、お後がアムギリ。急なんですけど、10代の時本当にお金がなくて、デートするとかなっても牛丼チェーン店によく行ってたんですよ。でも昔から僕は吉野家には行かなかったんですよ。これなんでだと思います？そう、お前のことが好きや。すいませんでした。さあ今日なんですけども、今問題になっております生娘しゃぶ漬け戦略について取り上げていこうかなと思います。どんな戦略やねん。このワードで現在吉野家がバチバチで炎上してるわけなんですけども、一旦ゲッタン詳細です。今月20日吉野家ホールディングスが常務取締役を解任することを発表しました。ことの発端は16日、早稲田大学にて若者向けマーケティング戦略の講座を行った際、田舎から出てきた若い女の子を生娘のうちに牛丼中毒にする、男から高い飯をおごってもらえるようになれば食べないなどの発言を行い、この内容が世間に漏れ非難が殺到、下品すぎる差別発言だなどとして牛丼も炭になるぐらい炎上したということなんですが、これで会社も謝罪、さらには解任といった流れなんですけど、でこの発言をしたね伊藤元常務なんですけど、まあ吉野家で言うとね、どんな方だったのかと言いますと、一言で言えば2019年の赤字決済から黒字へと V 字回復させたマーケティング業界ではすごい有名な方みたいなんですね。そんな方が今回の失言と、この方の記事でブランドの DNA を今の時代に合わせよっていう記事があったんですけど、いやあんたよって感じですね。でこれ結構意見割れてるところありまして、閉鎖的な空間での発言を失言として世に出すのはどうなんだっていうのもあれば、いやこれとっさにユーモアとして出たとしてもそんな言葉を使っていい立場じゃないやろといった感じですね。ただよくよくこの発言について見てみたら、僕は別にとっさに言ったとかじゃないと思ってて、不適切な表現で不愉快な思いをする方がいたら申し訳ないと前置きした上でぶちかましてるんですね。でなんかやっぱ意見でも例え話としてやってんだし、〇〇漬けにするっていうのはマーケティング戦略ではよく出てくる言葉でもあるし、謝罪もしたしええやんってこと結構言われてるんですけど、これ僕今回いろんな芸能人とか政治家の方が失言として炎上するんですけど、この失言が炎上してるのってユーモアとか例えに聞こえない気持ち悪さがあったってところだと思うんですよね。確かに切り取り発言とか言葉狩りとかもすごい時代なんですけど、これは別に該当しなくないかと思ってて、強いて言うならちょっと前の時代ならこれは表に出ずに特に問題にはならなかったよねと思いますね。発言は問題ですよ。でもそれが知られるか知られないかというところだと思うんですよ。まずこのシャブっていう言葉もそうですけど、意味合い的には若者を吉野家の牛丼中毒にさせる戦略ってことだと思うんですよ。でもなんか閉鎖的な場所だし、ぶっちゃけ身内乗りスタイルで
生娘とか田舎から出てきたとか、まあ、最後に男から高い飯をおごってもらえるようになれば食べないとかね、例えの表現の一線を超えたと思うんですよね。もちろんボケのつもりもあったはずで、実際にこの発言をしてたシーンっていうのを見てないので、その場の雰囲気とかね、距離感とかも知らんけどですけど、まあ講師として来てマイクを通して言うにはちょっと言葉汚すぎたよねと思いますね。男だけの飲み会の3軒目の最後みたいな。でこういった失言のメカニズムについてちょっと面白いツイートがあって、それが公の場で聴衆を身内に引き込むための恋のぶっちゃけ話、これが失言のメカニズムの典型みたいな話っていうのがあって、いやまさにそうだなと思いますね。こう汚い表現で笑いを取ったりとか、それを面白いと感じる人もいれば不快だと思う人もいますし、中毒にさせるっていうね、ここだけ聞いても薬物依存の人に不適切だろっていう意見も絶対出るんですよ。じゃあここ全国民を不快にさせないって結構難しいし、じゃあ全てを規制して価値観変えましょうとなってもどんどん窮屈になってて、いずれお前バカやめろって、このとっさの一言がバカは不適切として問題になったりするんじゃないかなって、ちょっとそこは怖いなと思うんですよね。ただ冒頭にも言ったように、今回のに関しては問題点は言葉狩りだとは思えないんですよね。普通にビッグウェブ調子に乗ったんじゃないかなと思いますけどね。今回の見て思ったのは、 TPO も大事ですけど、時代がね変わっていくっていうのは、それに合わせるっていうよりも自分も変化していかないといけないことなのかなと思いますね。まさに DNA を今の時代に合わせようですよね。こちら現在も炎上続いておりますが、皆さんのご意見もお聞かせください。今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。あ、最後に新商品の親子丼って美味しかったですか？さあ今日なんですけども、ニュース速報にてとある企業が起こした事件がちょっと胸クソ悪すぎると話題になっております。こちらリクエストありがとうございました。一旦詳細です。住宅建築業橋本ホームの青森支店に勤務していた40代の男性社員が上司のパワハラが原因として自殺するという事件が発生しました。この男性遺族は20日会社と社長に約8000万円の損害賠償を求める訴えを青森地裁に起こしたとして報道されてるんですけど、このパワハラの内容っていうのがこれ一部公開されるとですね、これはあまりにも気持ち悪すぎると話題になっております。まずこちらの男性というのが2011年に入社、注文住宅の営業を担当したんですけど、するとほどなくしてですね、この上司の男性課長からお前はバカかとか、そういった誹謗中傷の内容のショートメールが複数回送られるようになったんですね。さらに同じ月に開かれた会社の新年会の余興として営業成績を称えた賞状形式の賞状というものが交付されたんですけど、それがこちら。賞状、あなたは今まで大した成績を残さずあーって感じでしたが、ここ最近は前職の事務職で大成功した職歴を生かし、現在でも変わらず事務的営業を貫き、悪気はないがお客様にも機械的な対応にもかかわらず見事おったまげの3位です。陰で努力しあまり頑張っていないように見えてやはり頑張っていないようですが、機械的営業スタイルで今年も貫き、長野みたいな一発屋にならないように日々努力してくださいとですね、このなんとも幼稚で陰湿で、もう読むだけでもぶん殴りたくなるようなこの症状ですね、まあ、新年会他の社員もいる前で渡すというようなことを行っていたんですね。でこの余興というのは会社の課長が企画して文面も考案したと。そしてこの男性はですね、翌月の2月、青森県の自宅に駐車していた自家用車内で自ら命を絶ったということなんですけど、これに対して青森労働基準監督署というのが、上司のパワハラにて重度のうつ病を発症し自殺の原因になったとして労災認定、遺族側の代理人弁護士が20日青森市内で記者会見をし謝罪などを求めて会社側と交渉したが、会社は法的責任はないとしていると述べて交渉は決裂、提訴した経緯を説明しました。苦悩する姿を見た妻は何度も退職を促したが、夫は家が完成してお客さんに鍵を渡す時が一番嬉しいから続けたいと話したということなんですけど、でさらにこれ発覚したのがうつ病発症前、このパワハラ以外にもですね、1ヶ月の時間外労働時間というのが、まあ、過労死ラインに近い76時間だったことも判明してます。ただ会社側からは未だに謝罪の言葉すらないということなんですけど、とんでもない会社現れましたね、まあ、しかもこの症状というのが第3位というところを見ると、まあ、こういったひどい扱いを受けている社員は他にもいて、まあ、日常的にこういったことを行っているような場所だったと思いますね。で課長が企画したんですけどとか言ってますけど、まあ、最後にしっかりと会長の名前も書いてあって、もう最初から最後まで本当クソだなと思いますね。やっぱりこういったニュース報道されるために、まあ、残された家族がいて、なぜ自ら命を絶つ選択をしちゃったのかなと、まあ、今 SNS でもこんなもの会社からもらったんだけどって訴えるだけで、まあ、これが拡散されて破滅に追い込むこともできる時代じゃないですか。なんでだろうなと思うこともあったんですけど、やっぱりこういうのって徐々に徐々に自分の心は蝕まれていって、自分ではもうやばいなって気づいた時にはもう精神的にも肉体的にも手遅れな状態なんだろうなと思いましたね。やっぱり時代は変わってきてても、誰かが死なないと発覚しないようなとんでもないこういった手遅れな会社っていっぱいあると思うんですよね。この件しっかり判決が出て責任を取ってほしいと思いますね。まあその会社側からは今何もないので、実際どこまでが本当なのかっていうのはまた今後わかるんですけど、まあただねここまでのことになってもまだ何も言わないって、まあ、それはそれで対応はどうなんだと思いますけどね。あとやっぱちょっと思ったのが、パワハラっていう言葉もいじめと同じで、もうだいぶこの言葉がもう浸透しきっちゃってるんじゃないですか。なのでこういったのもやっぱり罪名でねがっつり報道していくのも大事かなと思いました。
全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、連日こちら報道されております知床観光船事故について、現在までを取り上げていこうかなと思います。こちらかなりひどい話でして、日が経てば経つほどですね、ずさんな管理体制だったということが判明しています。まずは一旦事故の詳細です。23日午後1時頃、北海道の知床半島沖合で乗客乗員26名が乗った観光船カズワンが遭難し、11名が死亡、15名が行方不明となる悲惨な事故が発生しました。こちら28日新たに2名発見され、現在までに周辺海域では残りの13名は現在も行方不明のままだということなんですけど、はい、とこちらの大きな事故なんですけど、一体この船に何が起きていたのか、これをまずは時系列から振り返ります。まず午前10時頃船は出航しました。で、実はですね、もうこの時点で間違いだったと言われています。近くの別の運航会社の男性はですね、海が荒れるのを分かっていたので行くなと言った、なぜ行ってしまったのかと思うと取材に答えております。で、気象台によりますと、事故当時ですね、この周辺の海域の波の高さというのが3メーターぐらいあって、強風と波浪の注意報まで出てたんですね。なので危険と分かっていながら出航してるんですよね。そしてこの異変が起きたのは3時間後、観光船から無線で連絡を受けた別の運航会社が海上保安庁に救助を要請したんですね。このカズワンから直接救助の要請というのは来てないんですよ。っていうのもですね、この運航会社知床遊覧船っていうのが、自分たちの無線アンテナが壊れていて通信というのができなかったんですね。結局その自社の運航会社に連絡しても連絡が取れないまま船は音信不通、安全確認とか、業務で必須の無線アンテナを修理していなかったということなんですね。そしてこの時の午後1時頃の無線では、カシュニの滝付近で沈みかかっている、浸水しているという内容、そして午後2時55分、運航会社から船首が30度ほど傾いていると、この連絡を最後に途絶えていると海上保安庁に連絡があったんですね。この現場付近には午後4時半頃にヘリコプターを到着、この連絡を受けて実は駆けつけたってわけじゃなくて、通報があったのは1時過ぎだったんですけど、一番近かった場所からでも燃料補給をして潜水士を同乗させて出発、どれだけ急いでもこの時間になってしまったということでして、その後捜索されたんですが11名が発見、さらに2名が発見されて、いずれも死亡が確認されたということなんですね。そして27日、この事故に関して知床遊覧船の桂田社長がですね、記者会見を開きまして、この度お騒がせして大変申し訳ございません、当社の船舶クルーズの中で大変な事故、亡くなられた被害者の方、捜索中の被害者には大変申し訳ありません、大変なご負担をおかけしております、申し訳ございませんでしたと土下座ながらに謝罪を行ったということなんですけど、この記者会見もですね、かなりひどいとして現在バッシングを受けておりまして、理由としてはですね、このお騒がせしましたという発言だったりとか、この社長自体ですね、海の素人でして、さらに船長もまだ日の浅い操縦士だったと、さらに天候に関しては、最終的な判断は私がしたと言ってるんですけど、その後船長の判断で出航しましたという発言、さらにその後ですね、この運航会社の元従業員の方が取材に答えまして、過去にも実は座礁事件を起こしていたこと、波が荒くても出航しろという圧力があったこと、さらにここ数年でベテランが次々と辞めていっているということなどが判明します。ここまででもまとめると、去年だけで2回の事故、事故の修理をしておらず船の先端に亀裂があった、これに関しては事故原因がこれなのかっていうのは分からないんですけど、この会見では修理してその後の船体検査では指摘がなかったと発表しています。そして無線事故、こちらさらに情報では、営業にはアマチュア無線を使っていたという情報もあります。そして他社が運航しない期間ですら運航、事故当時は同業者に止められるも出航、波浪注意報が出ているのに全コースを強行したと、さらに調べてですね、事故の2日前に船の位置が分かる GPS プロッターというのが取り外されていて、点検のために外していると言っていたんですけど、ちゃんとつけなさいねっていう風に指導はされていたんですね。ただ23日の運航について、これが取り付けられていたかどうかっていうのは不明ということも判明しました。現在まででこれなので、まだこれからいろんなことが判明していくと思うんですけど、運営についていたコンサル会社の話とかね、この時点でももはや起こるべくして起きた事故と言える状況なんですね。この会社のずさんさ、そして改善が完了してるかもわからないのに運航が許可されていたということ、もう少しこの体制と改善がされていればこの事故は起きていなかったと思えてしまいますよね。ただ未然に防げたということなんですけど、実際これまでもこの危険な状況でも運航できていた、そうなると何も起こらなければ、乗客はいい船だったねで終わると思うんですよ。だから今回も大丈夫大丈夫で言ってしまうと、それで今どこが悪いのかというのは話になってますけど、間違いなく言えるのは、二度とこんな事故が起きないように今は原因究明と行方不明者の捜索、そして再発防止のためにも、今一度この管理の見直しというのを、早急に行う必要があるのではないかなと思いますね。絶対全てのこの観光遊覧船業をやってる方たちが、こういう管理をしてるってわけじゃないと思うんですよ。そこもそうなんじゃないかという印象を植え付けかねないと思うんですね。ただ今回ですね、他の観光遊覧船も漁業者さえもですね、出航を見合わせていた中で起きた事故というもので、そこさえ守れば防げていたと思うとね、すごいムカつくし、これだけの犠牲者が出てるっていうのは胸が痛いですよね。はい、というわけで事故から現在までお話ししたんですが、こちらも続報があればお伝えしていこうと思います。この事件に関するね、皆さんの考えとあと補足とありましたら、ぜひコメント欄でお願いします。今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。
さあ今日なんですけど、ちょっと緊急で動画撮ってるんですけど、週末のニュース速報に入れたかったんですけど間に合わなかったんで、今日別で改めて動画上げてます。たくさんリクエストありがとうございました。ただいま烈火の炎のごとく炎上しております猫放題というとんでもないサービスについて取り上げていきたいと思います。これ早速なんですけど、何かと言いますと、猫の保護活動を行っている株式会社野良猫バンクが発表した今月の15日から始まった新サービスというものでして、こちら月額が380円の会員制のサブスクなんですけど、この中身っていうのを簡単に言いますと、シェルターに猫を保護する場所がありまして、その連携してるシェルターにて無料で猫を譲り受けたりとか、飼ってる猫が飼えなくなった場合に無料で引き取ってもらうこともできる、いわば猫の引き取り引き渡しの中間的なことを月額の会員制でやろうというものなんですけど、さらにこのサービス、通常であれば必要な審査やトライアルなどはなし、高齢者や単身の方でも気軽に利用できますよっていうのを前面に出しておりまして、公式ウェブサイトを見てみると、猫を飼うなら一生責任を持って飼うと、これは当たり前のこととしながらも、それだと高齢者や単身者はなかなか飼うことができません、それならその責任を誰かが代わりに負えばいいのではないか、そんな思いで作られた人と猫をつなぐプラットフォーム、それが会員制猫放題ですというふうに説明したんですが、こちら発表されるや否や即日大炎上しました。このサービスのネット上では、猫を何だと思ってるんだ、動物愛護の理念に反している、環境の変化がストレスになる猫を貸し借りする意味がわからない、命をレンタルするな、命をおもちゃ扱いするのは本気でやめてください、などなどですね、やはり猫を商品として扱い命のやり取りをしているというところに猛烈批判が起きているという状態なんですけど、一方ですね、ちょっと待ってくださいと言った声もあります。賛成派ではないんですけど、その意見としては、あの謝像でおなじみひろゆき氏、こちら Twitter でこのように述べています。引き取り手のない猫をシェルターから引き取る人を増やさないといけないことがわからない、お気持ち優先派、猫レンタルの形でも飼える人を増やすための苦肉の策です。猫レンタルを減らしたいならシェルターから猫を引き取りまくればいいだけです、口だけでなく行動どうぞと煽り気味のツイート。というのも、実はこういった意見少なくもなくてですね、批判してる人たちの中で猫を保護してくれてる団体や個人に募金なり支援してる人は果たして何人いるのか、餌代なり医療費なり無料じゃない、自腹でやってることに少しでも支援できると考えられないのかな、さらに猫を飼いたい人の責任を一部担い、ある程度管理する形で気軽に猫を飼えるようにして、無責任に猫を捨てる行為を抑止する、保護した先の活動としては理にかなってるのかなと思うけど、意識お高い自称猫好きの方々、脊髄反射で批判する前に猫を保護してくれた方々の負担がどうなってたか少しは頭を回してみてはと言ったら、結構過激な意見もあるんですけども、こちら実際調べましたところ、2018年度の年間殺処分数なんですけど、環境省の引き取り及び不傷動物の収容状況からなんですけど、猫は合計で 3万757頭も殺処分されています。これは約1日に換算すると84頭ぐらいになるんですけど、とはいえですね、10年前の殺処分数っていうのが19万3748頭なんですよ。つまり10年で約17万頭も減少していて、推移的に見ても年々減少傾向にはあるんです。これがなぜかというと、民間の動物愛護団体っていうのが直接ペットを引き取る数が増加したと、そして保健所の引き取りが減少したっていうことにあるんですけど、このようにですね、動物を保護するキャパを増やして、そして引き取り先を増やすことが非常に重要となってくるんですね。また2012年には動物愛護法の改正が行われて、終生信用の責務、これは動物の飼い主はその動物の命が終えるまでは適切に飼育するというものでして、この趣旨に照らして保健所は可愛くなくなったからとか、自分勝手な理由で飼えなくなったからとか、そういった愛の引き取りの申し出を拒否できるようになったとも挙げられています。この2つの意見とね、この実態をもとにですね、ぜひ皆さんの意見もお聞きしたいところなんですけど、これがやっぱりなんで炎上したのかっていうのは、まあ、一番は面倒な審査やトライアルなどなしだと思うんですよ。絶対いるでしょ、そこを面倒と表現してるとことか、結局ただただたらい回しにして手軽に手放せる、でもその責任を負いますよっていうのは、結構めちゃくちゃな無責任な気はするんですよね。そういった抜けの部分が、お金儲けのために保護猫を利用してるというふうにも見えるんですよ。普通に利用する人もいると思うんですけど、異常者とかが猫を引き取りまくる可能性だってあるわけですよ。なのでそこを排除できてない時点で危険だろうと思うんですけど、ただ難しいことでありますよね。なのでこれが審査っていうのがしっかりしてて、罰則とかもあればまた少し違ったのかなとも思うんですけど、ただもうこの問題って法律が変わって民間の保護団体とか増えてようやく減ってきてるわけじゃないですか。ってことは国が動かないと完璧な解決には至らない気がするんですよね。かといって飼育とかにお金とか場所がかかってしまって殺処分となってしまうわけですよ。だったら年間5000円とか1万円ぐらいで国民に税金を導入したらどうかなと思うんですよ。動物愛護税とか動物税つって、実際海外では犬を飼ってる人に課税してる国とか結構あるんですよ。なのでこれがわざわざサブスクにしなくても飼ってる人だけでもいいと思いますし、毎月飼ってる数に応じて課税して、そのお金をね、動物の愛護団体とか保護シェルターに回していく。そうすることで、そういった飼育する責任と誰がどれだけ飼ってるっていう管理能力とか、その実態の把握とかも上がっていくと思うんですよね。動物に税金を導入するっていうのは僕あってもいいと思いますけどね。急なんですけど、大人になって、あれなんか俺他と違うなみたいなことあるじゃないですか。まあそれで知ったことなんですけど、どうも僕の出身の保育園が、なんか日本か九州かで一番厳しいって呼ばれてるところだったんですよ。ちょっと曖昧ですけど、めっちゃ厳しいって言われてる場所でして。みんな幼稚園とか保育園の時ってこれなかったんって言うと、みんななかったよそんなもんって言うんですよ。それが一つ目、更新の時間。はい、これなかったですか？朝まずどんな状況でも1時間くらいグラウンド更新しませんでした。1、2、はい。
はい、1、2っつってしなかった。2つ目、腰骨の時間。これなかったですか？腰骨の時間ですよ。あの、正座して背筋を伸ばすんですよ。で、背中が少しでも丸くなってきたら、後ろから先生が手でピタッて、これ1時間ぐらい。腰骨の時間っつって。なんか日本語で遊ぼうに乗っ取った言い方してましたね。そんな可愛いものではなかった。3つ目、丸が書けなくて、1人だけ休み時間なし。はい。これ僕だけだったんですけど、あの、僕どうしても丸書こうと思ったら、なんか二重丸みたいになってたんですよ。だからなんかご飯食べた後の休み時間みたいなの永遠と丸書いてた記憶ありますね。4つ目、組体操、プール、全員上羅。はい、これはもう時代的にさすがにやってないと思いますけどね。これは当たり前でしたね。最後5つ目、園長の息子があからさまに贔屓されている。これだけははっきり覚えとんでー。さあ、素晴らしく早いものなんですけど、本日は12月2週目の週末でございます。まあ、ずっと12月入ってから寒くなってきたって言ってるんですけど、マジで今週から本格的に寒くなってきましたね。まあ、ちょっと冬ということで、まあ、冬といえばってね、まあ、皆さんが想像する J-POP コメントで教えてください。僕はやっぱ世代っていうこともあって、いつまで経っても EXILE のラバーズアゲンですね。ヒロユキと勝間の灯籠、見覚えのあるネイビーブラックの革じゃん。この後死にます。ダメだこりゃって言うてる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うておりますよ。この時間です。さあ、今週の俺的ニュース速報の時間です。今週起きたニュース、気になったもの一気に紹介していきます。超個人的ニュースは最後です。1つ目、とんでもない保育園。静岡県警は4日、静岡県袖野市にある桜保育園の元保育士三浦容疑者、小松容疑者、服部容疑者の3人を園児に対する暴行容疑で逮捕したという発表がありました。こちら3人はいずれも1歳児の園児に対して暴行を加えた疑いが持たれております。この事件というのがですね、同僚の保育士の内部告発というのがきっかけで明らかになってて、この問題発覚後、3人が9月から11月に責任を取る形でこの保育園を退職していたということなんですけど、これね、今連日報道されてるんですけど、許すまじでしょこれ。まあ、これが一体何をしたのか次々と明らかになってきてるんですけど、まあ、服部容疑者の供述ではちょっとストレスが溜まっていたっていうね、だいぶクソみたいな理由なんですけど、ここで行われた行為、ロッカーに入って泣いている園児の姿を携帯電話過去個人所有で撮影、昼寝時に寝かしつけた園児に対し五輪中ですと何度も発言。めっちゃうちですね。園児を宙吊りにした後、真っ暗な排泄室に放置、園児の容姿をバカにした呼びかけ、ブス、デブ等の暴言を浴びせる、手足口病の症状がある園児のお尻を無理やり他の園児に触らせる、園児に対しカッターナイフを見せ脅すとですね、とてもじゃないですけど完全に一線を越えた正気ではないような行為が確認されています。さらにはですね、ここの園長が今隠蔽工作していたんじゃないかというふうに言われてまして、まず園側の内部告発を受けて、こうした3人の虐待の事実を把握していた。しかしこの桜井園長というのが職員に土下座をして、まあ、公表を免れようとしたばかりか、そこにいる保育士全員に業務中に知り得た情報や機密事項を漏洩しないという誓約書にまで署名させたと、まあ、これが隠蔽しようとしているのではないかということで保護者が大激怒してます。さらにひどかったのが説明会ですね。この問題の発覚後に園が開いた説明会に当事者の3人というのが現れなかったんですよ。じゃあここに出れないなら手紙によるね、保育者らへの謝罪を促されたんですけど、今この状況でまとまらないので書けないっていうふうに拒否していたってことが分かっています。そっちが拒否すんのと思いません？最初これ僕保護者側がいやそんな手紙いらないと、出てこいって言ったかと思って見てたんですよ。ビビったよね。まあ、おそらくこれがですね、裁判で不利になるからじゃないかと思われてます。つまりは保身に走って、まあ、謝罪する場を提示されても拒否するというね、だいぶ腐ってるという状況です。まあ、ただ同時にですね、この日本の保育士事情の方も今問題されておりまして、この僕の知り合いにも結構いるんですけど、まあ、相当きついということは言ってました。で、国で定める基準で4歳児から5歳児は1人で30人とか、いや無理でしょうというね。まあ、さらには人手不足も深刻化、これをきっかけにっていうのもね、なんかちょっと違うと思うんですけど、給料が13万円とか言ってましたよ。さすが2倍になってもいいぐらい見直しして、これは労働環境整えていかないと、あまりにも対価というのは低すぎるんじゃないかと思いますね。ぜひこちら皆さんの意見もお聞かせください。次です。2つ目、 TikTok 行くところまで行く。先週エンマも避けるとおなじみ TikTok にてとんでもない動画上がって話題になってます。まあ、こちら流したいというとちょっと語弊あるんですけど、まあ、分かりやすく流せれたらなと思ったんですけど、まあさすがにちょっとなっていうのと、まあ、これが話題になって本人のアカウント開いてみたら、勝手に使ったら法的措置って書いてあったんで、まあ、使えないんですけど、まあ、このちょっと構図いますね。左女座りダンス、音源がですね、チュー可愛くてごめん生まれてきちゃってごめんっていうあの歌なんですけど、で、まあ、それをこう踊ってるんですけど、これがどこで撮ってるのか、それが亡くなった祖父のご遺体の横です。これ何をしとんだよ、ゾッとしたわ。どういう思考でそうなるのかっていうのが恐怖なんですけど、まあ、ただその後のツイートでおじいちゃんっつってなんかツイートしてたんですけど、いやおじいちゃんツイッター見てないよって話なんですけど、私がお風呂入るとき洗面所で服を脱いだら力ずくで開けようとして無理やり覗こうとしてくるのとか嫌で嫌で仕方がなかったけどみたいな、もっと優しくすればよかったみたいな、ちょっと相当な恨みがあった末のこの行動じゃないかっていう風に TikTok では真剣に考察されてたんですけど、なんかそれならわかる気もするって書いてあったんですけど、ちょっと一言だけいいですか？わからんよ。次です。3つ目、俺が
悟空でお前がベジータ。まずサッカー日本代表お疲れ様でした。いやすごい激闘の末だったんですけど、この時私は飲みすぎてて潰れてました。本当にサッカー見てたんですよ。ただ後半先に僕の方がアディショナルタイムに突入してお手洗いでオフサイドって感じでしたね。でまあこれが惜しくもね PK の末負けてしまったんですけど、本田さんのいや PK 見ますってこれめちゃくちゃ感情入っててよかったですね。でまあその試合が終わって、俺が悟空でお前がベジータ、めいてーい、めいてーで、おなじみ48のこたつの中であれがこうの方がツイッターにて、正直浅野選手が PK に覇気が感じられなかった、素晴らしい試合をしてくれたけど最後どうせやったら思いっきり蹴って負けてほしかった、あー炎上まだそこ何やろいやでもねこれ分かるわ、実はこれ僕もそう思ってました。ってもし僕が乗っかるとするじゃないですか、 120% いや150いや 200% これ炎上するじゃないですか。だからこれって言うまでもなくクソみたいなツイートなんですよ本当に。いやここまで行き切っちゃう人危ないよ。大丈夫ですか、なんか言わずとすること分かりますこれ。まあ、ただ若葉くんは可愛いから本当に何も悪くない若葉くんは。新しい帽子買ってあげる。次です4つ目、埼玉半端ないって。どちらが埼玉で有名なヤンキーかを巡って、どんな理由やねこれ。県内の中学生2人が SNS でトラブルになり、一方が暴力団員など仲間と共に暴行して大怪我をさせるという事件がありました。この事件警察は中学生や暴力団員など11人を傷害などの疑いで逮捕したということなんですけど、暴力団が中学生の喧嘩にて、こちら今年の10月未明から朝にかけて中学2年生の14歳の男子生徒が車で連れ回された上に、埼玉市内の河川敷や駐車場で多数の男女から殴る蹴るの暴行を受けたと。ひどいですね。でこの生徒は胸や鼻の骨折などの大怪我をしたんですよ。で警察はこの事件に関わった疑いで15歳から25歳の中学生や高校生、それの暴力団員など11人を7日までに傷害や監禁の疑いで逮捕ということなんですけど、よく一人をここまで殴れますよね。なんか想像しただけでゾッとするんですけど、ね、物騒ですね。次もですね5つ目、また物騒。こちら6日名古屋市ですね、そのホテルにてビニール袋をかぶった状態の女子大生の遺体が見つかるという事件が発生しました。こちら警察は女子大生と同時にチェックインした男女3人を殺人の疑いで逮捕。これで逮捕されたのが渡辺真由美容疑者39歳、自称派遣社員鈴木健太容疑者48歳、兵庫県姫路市の大学生の女性18歳の3人と、かなりね年齢も職業もバラバラなんですよね。で警察がこの3人の行方を探したところ、7日にですね名古屋市内の別のホテルにて3人で滞在しているところが発見されます。でこの鈴木容疑者と18歳の女性はですね薬を飲んだという、ね、供述をしているということで、警察は事件の詳しい経緯を調べているということなんですけど、いやなんかこの事件すごい不気味ですよね。まあ、まだ全然明らかになっていないんですけど、まあ、SNS で知り合ったというふうにされていて、そこではネットの呼びかけで自殺願望のとかねそういった方たちが集まって、最初の一人が実行したところで、まあ、怖くなって逃げ出したんじゃないかというようなことが言われてます。いやなんかやっぱり SNS ってそうなんですけど、こういった事件増えてますよね。まあ、さっきの11人のやつも SNS からですから、この事件はまた例外ではあるんですけど、やっぱネットの使い方とかネットリテラシーとかをね、まあ、5教科の必須科目の中に6として入れるべきだと思いますね。最後です、6つ目、俺の敵。こちら私有地の道路通行をめぐる金銭トラブルにて、男性を車で急発進させ引き跳ねた疑いで70歳の男が逮捕されました。こちらは自分が乗っていた車の前に立ち下がった43歳の会社員役員の男性に対して車を急発進引き飛ばしたということなんですけど、デンジャラスじいさんや。でこのことの発端がですね、私有地内の道路通行をめぐる金銭トラブルってなってるんですけど、詳しく言うと、現場が茨城県の海沿いを走るシーサイド道路なんですけど、ここの道路の一部約 500m の区間がですね個人が所有する私有地なんですよ。でここの地主がちょっとここ通るなと、通ったら罰金4万円だよっていう風にバリケードを設置して、4万、あなたまさか4万、一言とは思えないんですけど、でこれがですね過去に1回裁判があって、この裁判の結果この方の私有地であることが認められて、今も道路の通行をめぐって市と地権者が交渉中ってなってたんですけど、勝手にここを道路にして通れるようにしてたの行政なんですよ。てかみんなも別に知らない人が普通に通ろうとするから、私有地なんで家を通行したいのと一緒ですから、いや通らんてくれって言ってた数のトラブルなんですね。これはね行政が悪い、確かに。だからといって車で引き跳ねたのはこのおじいさんの罪ではあるんですけど、競技中交渉中だったんですけど、パスタ対応せずに泣き寝入りを待ったんじゃないかなと思いますよね。とっとと買い取ってしまえばいいのにと思いますけど、通行で4万円なんで、ワンチャンバンド英字価格2億円くださいの可能性もありますね。こういったところ他にも今あるんじゃないかなと思える事件でした。はい、というわけで今週以上でございます。最後で最近ちょっと笑った DM が来て、ちょっとそれ紹介したいんですけど、タクさん写真漁ってたら面白い写真が撮れたんで共有させてくださいということで、こちら4630万円使ったの俺がさっき言ってねちょっと面白いですね、センスありますね、これフォローバーします。であと、すごい言いづらいんですけど、ゲーム更新しました。前回もねこれね先週も言ったんですけど、タイミングミスった、だって更新してなかったんだもんほんとちゃんと更新しましたね、これよかった。
来週というか寒さが厳しくなってくると寒いの他にもですね乾燥っていうのがあります。なので洗濯したタオルをですね頭の上で干すと結構加湿になるんでおすすめです。匂いの方は知りません。冬の風は結構熱上がりやすいんでね、喉やられて扁桃腺からこう熱が出て39度とかあるんで、ちょっとでも体調悪いなと思ったら休んでくださいということです。はい、というわけで今日は以上です。皆さん今週も1週間お疲れ様でした。来週も張り切っていきましょう。昔働いてたところブラック企業だったんですよ。普通に朝7時ぐらいに出勤して、夕方6時ぐらいまで働いた後に再出勤って言って10時から出勤とかありましたからね。ボーナスもらってすぐ辞めてやりましたよ。あの時のみんな息してる？タック TV チームフェイ。さあ今回なんですけども、今若干変わりつつあるブラック企業問題、それでとある気になったニュースがあったんで、今回はそれを動画にしようかなと思って動画にしました。え？小泉さんかな？それがですね、某ストレッチ専門店を出してるある企業さんが求人サイトにて広告を出したんですね。そこに掲載された募集の内容がヤバすぎるとツイッターとかで話題になって大炎上してるということなんですね。ちょっとどれぐらいヤバいのかっていうのをご紹介します。仕事を舐めている若者が多すぎます。初手鬼軍曹やん。何か後半の伏線ですよ。土日休みがいいとか意味がわかりません。どうした？土日に親殺された？サービス業で土日休みがいいとか世間を舐めてますね。一人でずっと切れとるんよ。有給に関してもそう。有給消化なんて周りを考えたら使えないはずです。で、法律というものがありましてですね、稼いでから言えって話。いや、給料次第だろうが。残業したくないとか勉強不足。まあ残業じゃないと回らない己の会社の問題なんですけども、残業代なんて出すわけがありません。シンプル違反ですね。自分が成長したり稼ぐために必要なのに、その努力すら怠るなんて世間を舐めてるとしか思えません。そういう舐めてる人は叩き直します。いや、叩き潰します。なんだお前、広告出したやつ独裁者やん。新型コロナだって体調管理ができていない証拠。はい、言いました、アウト。あんなもの気持ち入れて働いたらかからない。病気一気に20個ぐらいかかってほしいですけど。当たり前のことができない人は必要ありません。仕事を本気でやるならわかるけど、舐めてる人はいりませんということなんですね。これ炎上するわって思いますね。炎上に寄せに行ってますやん。最初の1行とかでは熱い企業なのかなと、最後の1文にそんな企業を潰す場所ですとかね書いてあるのかなと思ったらね、そのままのテンションでゴールインしちゃうっていうね。これでめちゃくちゃ炎上したんですが、掲載した企業は、ツイッターにて弊社スタッフが書いたものではございません、本人になりすました悪質な乗っ取り行為です、刑事告訴も視野に入れて動いていますとこの件を否定しました。ですがネットの人たちは止まりません。会社の口コミ等を貼って、この評価も嘘ってことですかみたいな感じで言ってまして、口コミには、実際にその職場で働いた経験のある人たちか分かんないですけど、毎日残業、有給は悪い、休みは週1とのねコメントが目立ってました。ただね、僕もこれさすがに炎上商法だとしたらアホすぎるやろと思って、恨みのある人の乗っ取りの犯行なのかなと思ったんですが、なんとこの求人サイトではこんな発表しました。不正なログインはなかった。はい、ということで、あれれおかしいぞ、こんなところにすれ違いだ。いや、でも内部の人間だったら不正じゃないってのもありますよね。ただ乗っ取りってのは少し言い訳臭いですね。真実ってのは不明ですが、多分この一件で求人難しくなるんじゃないかなと思いますね。で、そもそも内部だったとしても、これただ内部告発ですからね、嘘が書いてあったとしても何らかの問題があったことになりますよね。ちなみになんですけど、最後僕の事務所カラフルコネクトの求人を読んでもらいましょう。退社するのは俺が先、飯を食うのも俺が先、給料をもらうの俺が先、でも忘れてくれるな、仕事もできない男に事務所も守れるはずなどないってこと、お前。さあ本日は3月4週目の週末でございます。1ヶ月経つのって意外と早いですね。つってたらもう1年も経っちゃって、1年も経つのも意外と早いって、そんなもんな。世間ではね、集まれ動物の森でしたっけ、あれが発売されまして、僕も買ったのが聞かれますね。もちろん僕は COD のバトルは買いました。150人の中からてっぺんを決める殺し合いをやってるって言ってる中、いかがお過ごしなんだお前たちって言うとりますよ。この時間です。さあ今週の俺的ニュースをこの時間です。気になったニュースを一気にお届けします。一つ目、戸塚ヨットスクール体罰問題。先週テレビ番組アベマ TV 等で行われた体罰についての議論で、以前から体罰で問題になっていた戸塚ヨットスクール校長が出演し、現在話題を呼び問題になっているということなんですが、その時に番組内で発言した言葉があまりにもひどいと騒ぎになってるんですね。まずこの戸塚ヨットスクールで起きた事件っていうのを知らないっていう人もいると思うんで、冒頭では施設の目的とか過去に起きた事件についてお話していきます。まず一連の事件は1983年までに起きた事件です。愛知県知多郡美浜町にあるヨットスクール、これが戸塚ヨットスクール。
クールです。当時は不登校、上渡障害等の子供たちに対して、このスクールの校長である戸塚博士、この男の教育方法があまりにも効果があり素晴らしいと称賛され、このヨットスクールっていうのが有名になりました。まあ、一応世間からはプラスのスタートだったんですね。この話題で子供をそこに通わせる親っていうのも増えたそうでして、名前こそヨットスクールですが、航海技術を教えることを取り入れた飛行や上渡障害を更生させるという指導をメインに行うことになります。そして事件は起こりました。訓練中であった生徒が行方不明、そして死亡するという事件が多発したんですね。1979年、13歳の少年が腹痛を訴えたが、スクールの関係者は暴行し訓練を続行させ少年は死亡。これについて戸塚側は低体温症によるもので体罰との因果関係はないと主張し、これは不起訴扱いになります。1980年、21歳の青年が早朝体操、穴掘り作業、海上訓練などの際にコーチから暴行を受け死亡。校長とコーチ側は傷害致死罪で起訴されます。1982年、15歳の少年2人が体罰から逃げるため航行中の船から海に飛び込んで行方不明に。遺体が発見され死亡が確認。この件も一つ前の事件と同じく起訴されます。そして同年、入校1週間の少年13歳に暴行し、校長とコーチらはヨットから何度も海に落とし少年は死亡。これも傷害致死罪で起訴されます。1997年、この事件に関わったスクール側は裁判にて、訓練は人権を無視、教育でも治療でもないと判断され、校長は懲役6年、コーチら複数人の関係者も2年から3年の実刑判決が下されました。そして2002年、ようやく有罪は確定になり、起訴から結審まで19年を要する長期裁判に。結果校長は有罪判決。そして2006年に校長は出所したということなんですが、まあ、これ聞いただけでも時代がとかの前にこんな場所が存在してること自体が恐ろしいですよね。子供が選ばず親が入れるってことが多かったんで、子供の本意じゃなかったってことがほとんどなんですよね。そしてここで事件は終わったかと思いきや違いました。なんと戸塚ヨットスクールの校長、この男は継続します。さらに死亡事件も終わりませんでした。同年、訓練生の25歳男性が下湾で水死体となって発見。男性はうつ病だったそうです。そして2009年、女性が寮の3階より飛び降りて死亡。2011年、寮の男性が3階より飛び降りて重傷。そして2012年、寮の男性が3階より飛び降りて死亡。校長が出所した後は暴力事件がなかったと言われていますが、このように自殺者が相次ぎました。校長は出所した後の会見では、我々が故意に少年たちを傷つけて死に至らしめたと言っているんだから冗談じゃない、体罰は教育ですと主張し、教育には体罰が必要であることを訴え続けました。そして最近アベマ TV 等に出演し、体罰について進歩を目的とした有形力の行使、体罰と暴力は違うと主張。その中の発言で、生徒を落ちこぼれと呼んだり、発達障害と落ちこぼれは一緒、体罰によって服従させるのが教育と発言し、これが問題になってるんですね。繰り返して、今となっては体罰は悪でも昔は当たり前だった、あくまで体罰は暴力ではなく教育だと主張しました。はい、これまでが経緯と事件なんですが、これについてどう思いますかとね、多くのリクエストをいただきました。これについてなんですが、まず今日は知らなかった人も含め皆さんの意見をコメント欄に書いてほしいなと思います。僕の考えを軽く言いますと、もちろんこれには反対ですし、まあ、言いたいことっていうのは山ほどあるんですが、実はこの人本を何冊か書いてることが分かって、その中の本能の力っていうのがあるんですけど、それを読めば印象が変わる部分があるという声をね、ちらほら見かけました。そんなことあるかと思ったんですけど、便利ですね。昨日電子書籍で買いました。なのでこれを僕は一旦近日中に読破してきます。今皆さんが受けてる印象、そしてね、僕が受けてる印象っていうのはこれ一緒だと思います。それがこの男の本を読んで変わるのか、そして僕がこれ一番浮き彫りにしたいのは、その本の中に書いてある内容とこれまで報道されてきたこと、ここが一緒なのかっていうことです。それを読んだ感想の動画をまとめてあげようと思います。なので今日はね、今の皆さんの考えをコメントに書いていただけたら嬉しいです。お願いします。次です。2つ目、100日後に死ぬワニ完結。20日ツイッターにて4コマ漫画である100日後に死ぬワニという、すでに死ぬことが約束されているワニくんの作品が20日に100日目を迎え完結したことで大きな話題になりました。漫画の詳細言ってしまうとこれネタバレになってしまうので控えますが、まあ、これ最終回を迎えた時の反響っていうのはものすごくて、ツイッターのトレンドでは世界1位になったぐらいなんですね。世界ですって。ですが、これ他とは違う意味で話題になってることがあって、最初はみんな作品を見て楽しんでいたんですが、最終回を迎えた直後にグッズ映画化書籍化っていうのがこれ発表されて、それにあの某大手広告代理店が絡んでるって噂されて、結局は金かと、全て仕組まれてる気がして感動が冷めた等で炎上してるんですね。まあ、その噂されてる広告代理店は過去に過労死で人が亡くなってしまった事件もあって、それなのに死を題材にして商売するのは許せないとか。ワニは全然炎上してないんですけど、カモとした周りが炎上したんですね。まあ、これについて先日作者含めた生放送にて、プロジェクトの仕組みに壮大な企画があって、何ヶ月も前から巨大組織やいろんな人が集まってみたいな、まあ、そういうプロジェクトではなかったと、あそこは絡んでいないと噂を否定しました。途中から徐々にことが大きくなっていったってことなんですね。これについてどう思いますか。まあ、いろいろね、他の例え話を持ち出して、今回のことを書いてる人と作者に対して金儲けしやがってみたいな人が湧いてて、それはちょっと気持ち悪いなと思ったんですけど、やっぱ企業が絡んでたってことでがっかりしたって人が多いみたいですね。あとは後に発表されたグッズとかをもう少し小出しにするのが良かったのかなと思いますね。僕もずっと見てたんですけど、これに対してそんな怒りの感情ってのわからなかったんですよ。単純にグッズ買いたい、アニメ見たい、本読みたいって人が、まあ、嬉しいって喜べるなら僕はいいと思ったんですよ。これまで無料で見てこれだけ楽しませていただいて、なんか余韻潰されたとか言ってる人いましたけど、よくそこまで干渉できるなと僕は思いましたね。なんか騙した、詐欺師だとか書いてあったんですけど、いや無料でしたやんと思って、何を詐欺られたんかなってちょっとハテナでしたね。それを言い返されると、いやそもそも死をネタにして金儲けしたとかこう論点変えてくるんですよ。そんなん言い出したらホラー映画とか有名なアニメとかもそういった死ぬっていうシーンがあるわけでして、これだって創作上のものだから可能なことじゃないですか。なんでそんな被害者面するのかって思いましたけどね。こういった PR の方法で炎上
上するっていうのはね、アナ雪同様起こることなんですけど、ちょっとお金が絡んでるから炎上するっていうね、この風潮終わらないのかなと思いますね。皆さんのやってる仕事とかも楽しいからやってる、きつくてもやってるっていう人いると思うんですけど、まず最低限当たり前のところでお金のためにやってますよね。それが前提ですよね。いいこと書いてた方いたんですけど、早起きして仕事行くのもお金のためじゃないのかと。まず大前提として、こういったコンテンツにはお金が発生するっていうことをもうちょっと世間的に当たり前にしてほしいなと思いました。ちょっとそういったところでもかわいそうだなと思うところもありました。101日後に炎上しちゃった割でしたね。次です。3つ目、人気 YouTuber 逮捕。17日報道、登録者40万人を超える人気2人組 YouTuber キッドチャンネルの一方が相方に暴行、パワハラをしていたことが発覚し、警視庁は暴行した側を逮捕する方針だと報道がありました。暴行した方っていうのが、実は過去に女性から男性に性転換っていうのをしており、その相方も性転換手術を受けるかその方に相談していて、これが何度か関わるうちに意気投合し YouTube チャンネルっていうのを開設していたんですね。その後知名度も上がり、収益ももちろん増え、いい方向に進んでるかと思いきや、お金が人を変えるって言いますよね。被害者が言うには、お金を持つようになって人格が変わったと。動画の編集を担当していた被害者は、編集に対して罵声を浴びせられたり、編集室には監視カメラ、 SNS はパスワードを把握、ドアを開けたら携帯に通知が行くとかいうハイテク技術でね、ほぼ軟禁状態にあったそうですね。で、加害者っていうのが、これ罵声を浴びせた後に優しくなったりとか、厳しいとかじゃなくてちょっと DV をしてる人にありがちなパターンであったとも証言されてます。その後この被害者が反論したところ、胸ぐらをつかまれ怪我を負い、手紙を置き失踪。この件が動画で発表されると、視聴者からは YouTube のことしか考えてないのかと炎上し、それが深掘りされて、結果傷害の容疑で逮捕されることになったということなんですね。僕も YouTube やってるんで、ね、ちょっとピリピリするという気持ちもわかるんですけど、暴力はダメですね。一時的にはいい方向に行くかもしれないんですけど、知らずに気づかずに失ってるってことの方が多いです。 YouTube に限らずですね。何事も度が過ぎたらダメでございます。こいつ殴りてえな本当に。ラストです。4つ目、兵庫県警勤務中におせっせ。19日報道兵庫県警の男女が夜勤勤務中に交番で複数回性行為をしたことが判明し、減刑1ヶ月と懲戒処分を受けていたと報道がありました。はい、またやった兵庫県警好きやね。ではこの男性警官は結婚していたのにもかかわらず、まあ、同じ署で勤務していた女性警官と不倫して勤務中におせっせしたと。これに関してね、仕事に関しては支障はないって言ってますが、まあ、そういうことじゃないのよ。でこの二人は勤務中に二人っきりになる時間帯があり、雰囲気に流された、反省してると言ってるそうですね。交番勤務中におせっせ、ふーん、だな。はい、というわけで今日は以上です。今週もお疲れ様でした。まあ、さっきねお茶漬けと焼きそばを一緒に食べたんですけど、すんごいおせっせのところで気持ち悪くなってきた男からの動画でした。おやすみ長谷。